明治橋は、広島県広島市の元安川に架かる道路橋。橋名の通り、明治時代に架けられた橋であり、その後数度にわたり、架け替えを行っている。もともとは、国道2号筋に架かる橋であった。現在の橋は、内藤博のデザインで、木製の手すりが使われている。上流側に、国道2号の新明治橋、下流側に、南大橋がある。 東詰めは大手町五丁目の高野橋、西詰めは住吉町となり、その西は住吉橋から観音橋へと続く。藩政時代、防衛のため城下には下橋規制が引かれており、この川にはかなり上流にある元安橋のみかかる状況であった。明治時代になって、規制は解かれ1886年、この地域に住む人によって目標がかけられた。 当時は渡る時に金を徴収したそうである。その後水害により流出したため、1928年に鉄筋コンクリート桁橋に架け替えられた。1945年8月6日、原爆被災。爆心地から 1.29km に位置し、爆風により石像の点灯装置が移動した程度で、脱橋はしなかったため、多くの避難者が渡り西方面へ避難した。 田元には、赤月部隊による臨時の救護所が設けられ、多くの重傷者が一時運び込まれ、ここの船着き場から、宇品や二之島に運ばれた。数日後、元安川を流れる、多数の死体がこの橋田元で引き上げられ、うずく積み重ねられた状態で焼かれていった。だが、同年9月に上陸した枕崎台風により、落橋してしまった。戦後、 国道2号筋の橋として1950年代に後半桁橋として再下橋。1966年には上流側に新名寺橋が架橋され、国道2号がそちらへ移った。その後も長く使用されていたが、2006年に現在のものに掛け替えている。1930年頃の広島市地図。1945年原爆投下前の市、中央部上空写真。 同心園の中心が爆心地、現在地付近に明治橋があったことが確認できる。東詰北側にある原爆慰霊碑。ありがとうございます。